マイキー・ムーアは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、オレンジバーグ出身の元バスケットボール選手。ポジションは、センター、フォワード、213センチメートル、101キログラム。ネブラスカ大学でプレーした後、1998から1999シーズン中に、ドラフト外で、デトロイト・ピストンズに入団。ジャーニーマンであり、カブリーグとの行き来を繰り返しながら、 ピストンズ、ボストンセルティックス、アトランタホークス、ニュージャージーネッツ、ユタジャズ、ロサンゼルスクリッパーズ、シアトルスーパーソニックスを渡り歩き、独立リーグの CBA やギリシアでもプレーした。サイズとエネルギッシュさを持ち合わせながら、なかなか耐性しないプレイヤーだった。彼が脚光を浴びるようになったのは、過去に4ゲームだけ加入したことのあるネッツに戻った2006から2007シーズンである。 センターのネナド・クリスティッチの故障により、バックアップセンターだったムーアに、出番が回ってきた。多くの出場時間を与えられたムーアは、チームの期待に応え、得点面で貢献。シーズン終盤ギリギリで、規定数である、フィールドゴール成功数300本を超え、そのシーズンのフィールドゴール成功率で、リーグトップの成績を残した。2007年7月13日、サクラメント・キングスへ移籍した。 2008から2009シーズン中盤、キングスからウェーブされた。その後、ボストンセルティックスへ移籍。シーズン後、ゴールデンステートウォリアーズへ移籍。7フッターながら、体の線は細く、ゴール下でのパワー対決や、ポストプレーには向かないが、その分を機動力で補い、積極的にペイントエリア内に走り込んでは、着実に得点を上げ、 ミドルレンジからのジャンプショットも正確である。ありがとうございます。